こんにちは、フロクレビューチャンネルです。今回は2月25日発売のスマート4月号を開封レビューします。スマート4月号の付録は村上隆お花パンケーキパン。スマート2021年4月号の付録。箱を開けるとこんな感じで入っています。村上隆さんのお花のパンケーキパン。深さは約2センチメートルほどです。フッ素加工の本体部分には大きくお花がデザインされています。持ち手にも小さなお花が並んでいます。持ち手部分の素材感がレトロな感じなのも可愛い。裏側はこんな感じでお花のライン部分が溝になっています。スーパーでよく売られているホットケーキミックスを使って実際に試してみました。IH、電子レンジ、オーブン、ストーブでの調理には使えません。パンケーキパンは小さめ、軽量のため、コンロのごとくに置いても安定しない場合があります。その場合、手に持ってごとくから浮かせた状態で使用。パンケーキに火が通る間に別のお料理を。といった、ながら調理的なことはできませんが、軽いので、持っていること自体は苦になりません。パンケーキパンは短時間で熱くなるので、置いた状態で焼くと、中心部分だけ早く火が通り焦げてしまう場合もありました。仕上がり的にも手に持って焼いた方が綺麗にできると思います。弱火で片面を焼き、ひっくり返してさらに片面を焼きます。生地の表面がプツプツしてきたら、竹串などで端を浮かせて、フライ返しなどでひっくり返し反対側も焼きます。生地は少なめで薄く焼いた方が楽にひっくり返せます。両面焼いてみると、最初に焼いた面の方が綺麗に仕上がる感じでした。火加減やお花の中心の顔部分など、まだ思うように使いこなせない部分もありましたが、とっても楽しいパンケーキができました。お休みの日のおうち時間にもぴったり。使った後に洗う作業も楽でした。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。